明らかに地上から爆発音が聞こえたよね。音が鳴った方向的には上だったよな。普通に雷か何かなのかな。そんな感じしますな。でもマインクラフトの雷ってあんなにどでかい音してたっけ。わかんないけど。あ、雨は降っているのは確認できた。うわ、雷で家が燃えている。マジでそんなにエグい雷なのか。ちょっとおークリーパーいるー。地上はカオスなことになってそう。クリーパーが近くにいるかもしれないから気をつけてね。それだけ雷が発生していると帯電クリーパーとかも見れそうだよな。意外とレアだからね。見つけるの難しい。あれ、クリーパーは見当たらないよ。あれ、どこへ行ったんだろ。クリーパーを見失うのは怖すぎるな。もう上がってきて大丈夫だよ。って言ってるそばから雷がドカンドカンなってますよ。まあ私たちに直接被害はないでしょ。そうかな、それならいいけど。ここの家くらいかな、被害があったのは。そうだね、それ以外は燃えてはいないね。いやー、こんな大爆発起こるから何事かと思ったよ。まあいいや。雷は一旦置いてここの渓谷を探索しましょう。あ、石炭石炭石炭。痛いな、どんだけ石炭に貪欲なんだよ。っていうかマリサは今どこにいるの。私はお先に渓谷で資源集めをしているぜ。おお、そっちは順調そう。今は鉄を回収しているところだ、割と資源はあるんじゃないか。渓谷だからバケツを駆使して移動したいな。ああ、水バケツは必須かもしれないね。さっき手に入れた鉄を使ってバケツ作ります。この要塞の上を伝って渓谷探索できそう。あ、クリーパー発見、弓で仕留める。あれ、もう渓谷が終わっちゃった。意外とこの渓谷小さいのか。渓谷の片方はもう行き止まりだった。今、もう片方を進んでいるが、一応こっちはまだ続いている。だけど鉄とかの資源がちょっと少なめが気がする。続いていても資源がなかったら意味がないもんな。石炭はたくさんあるから回収しているけど。こんなに資源がない渓谷も珍しいけどね。要塞に全部吸われたのかもしれない。どういうことだよ。要塞が鉄とか金とか吸収したってことか。寄生虫のように吸収したのかもしれない。スズメの涙ほどの鉄しか集まらなかったぞ。どうしようか。これ以上ここで探索しても収穫はなさそうだよね。違う洞窟を探すしかないのか。どうやって探す。この周辺で探すか。あんたたちは今どこにいるの。私は渓谷にいるが。私も渓谷にいる。一旦仮拠点に集合しよう。了解だぜ。わかった。何を考えているんだ霊夢は。洞窟が近くにないのであればやることは一つ。まさかあれをやるつもりなの。あれをやる時が来てしまった。ブランチマイニングをな。何に大したこと言ってないのに変な演技入れるんじゃねえよ。ってことで仮拠点の近くで階段掘りをしたいと思います。どうせ何も見つからなかったっていうのがオチじゃねえか。要塞だってあんなにあっさり見つかったんだよ。今日の私はついているに決まってる。本当かよ。どこから出てくるんだその自信は。洞窟が見つからなくても温かい目で見てあげよう。そうだな。かわいそうだからな。なんか哀れみの目で見られている。お、見つけた見つけた。あるんかい。完全に見つからない流れだったじゃないか。問題はこの洞窟がどれくらい繋がっているかなんだけど。結局のところそれが一番重要じゃない。じゃあその霊夢が見つけた洞窟に行ってみるか。どこからブランチマイニングしたの。仮拠点に着く前に階段下るじゃん。そのあたりから掘ってる。あ、これっぽいな。降りてみるか。とりあえず途中にある鉱石は一旦無視して、洞窟がどれくらい続いているのか確かめたいと思う。資源の数はどうだ。そこそこありそうか。さっきの渓谷よりかは鉱石あるね。とりあえず手前の鉱石から回収しておくか。石炭はたくさんあるんだよね。石炭って拠点に十分な量あったっけ。あったようななかったような。十分な量がどれくらいかわからないけど、もうしばらく取らなくていいくらいは確保しておきたいよね。お、ここで行き止まりか。え、この洞窟狭かったか。うん、結局大した洞窟じゃなかったみたい。あれ、でもラキスラズリ鉱石を掘ったら他の空洞が出てきた。出た、他の鉱石掘ったら違う空洞が出てくるパターン。さっきから石炭しか掘ってない気がする。この石炭が全部鉄に入れ替わってくれればいいんだけどな。撤収。え、もう行き尽くしたんか。何もありませんでした。じゃあどうします。要塞でもいろんなアイテムが手に入ったから一旦拠点に持ち帰りたいよな。じゃあ拠点に帰還してアイテム保管した後、拠点周辺で洞窟を探してみる。あ、いいんじゃない。まだ探索してない洞窟たくさんあると思うし。じゃあ寝下げ帰還しますか。こう見ると鉱石とかは少ないものの収穫自体はいろいろあったんだな。なんだかんだエンチャントボンだったり太陽の本だったり収穫はあった。ネザーで帰還するときにロストしないようにね。特にレイムは最近マグマダイブしすぎだからな。この前のマグマダイブは全部仕方のないやつ。じゃあまた。拠点までの道作りですね。この作業、緊張感あるから毎回嫌になるんだよな。
相変わらずガストが狙ってくるな。あ、皆さん安心してください。一時的にチェストにアイテムを預けております。そうでもしないとこの作業はやってられないよね。ただいま拠点。なんか何事もなく普通に帰還できたので途中の道作りはカットです。珍しく何も起きなかったか。何？マリサは残念そうだね。いや、残念なことなんてないんだぜ。多分な。きっとそう思ってる。はず。めちゃくちゃ歯切れが悪いじゃん。大事そうなものは倉庫に入れられたかな。エンチャントボンとかちゃんと入れたか。私持ってきてないけど、私も持ってないぞ。あ、私は持ってきているよ。あ、よかった。誰も持ってきてないパターンかと。私も一瞬誰も持ってきてないのかと思ったぜ。エンチャントボンが入ってるチェストに入れておくよ。あ、了解。さて、アイテムも入れたことだし新しい洞窟を探しに行くか。こっち側ってあまり進んでないよね。ああ、確かにこっち側全然探索してないよな。地上の探索も兼ねてこっち側行きましょう。もしかしたらバイオームが何か発見できるかもしれない。ジャングル並みのレア度のバイオーム。何これ、この白樺めっちゃ中途半端なところで切れてる。本当だ。絶対ヨウムだろ。なんで私、クリーパーかもしれないじゃん。ヨウムだという理由は、なんとなくです。なんとなくで犯人にされたらたまったもんじゃないんですが。わざわざこんな険しい道通らなくてもよかったのでは。この辺さ、山ばっかりだから仕方ない。うおっと。うん。空洞ありました。おおマジか、じゃあこの洞窟探索するか。さて、この洞窟はどこまで繋がっているのかな。帰るぞ。一瞬で終わった。この辺雪山じゃん。お、雪玉を手に入れるチャンスじゃないか。これで雪合戦ができる。うお。危ないぞ。危ない危ない。ダメージはないけど当たり判定はあるから山から落っこちちゃう。山の上でサバイバル。生き残れるのはただ一人。二人には悪いけど私が生き残るよ。いや何言ってんの。生き残るのは私だけど。いやお前らサバゲーするなよ。洞窟を見つけるんじゃなかったのか。もう、雪合戦なんかやったから当たりが真っ暗になっちゃったじゃん。誰だよ雪合戦なんか始めようって言ったやつ。こんな真夜中に移動したら敵がうじゃうじゃいるかもよ。そんなの数々の試練を乗り越えてきた私たちの敵じゃないけどね。大体試練を乗り越えられずに終わってる気がするけどね。この山からあの湖まで飛ぶ。ほ、危なーい。思ったよりギリギリだったな。怖かったぜ。そのまま失敗すればよかったのに。めちゃくちゃひどいこと普通に言ってきてくさ。あ、なんか良さげな渓谷がありましたよ。あ、本当だ、溶岩とか流れている。しかも見た感じかなり深そうだよな。どこから下りましょうかね。この辺から水を流して下ればいいんじゃねえか。あれ、マリサはさっきみたいにダイブしないの。ここは近くにマグマがあるからミスった時いろいろと面倒だからやらない。リスクはしっかり考えているんだね。失敗のことばかり考えてもうまくいかないぞ。さっきは失敗すればよかったのにとか言ってたやつが何言ってんだ。あ、待ってくれ、あそこにダイヤモンドないか。え、嘘だー、そんなに深いのこの渓谷。高さだけで見たら11だから普通に深いな。何にせよラッキーだね。今回の探索の初ダイヤモンドじゃない。やっとまともな収穫ができてきた。とりあえずこの辺マグマだらけだから回収のために潰しておくな。しっかり安全を確保してから回収しないと貴重なダイヤモンドが消えちゃう。一応周りも溶岩がないかしっかり確認。ダイヤはあれか、シルクタッチで回収するか。最後に拠点で幸運のツルハシで解体しよう。周りに溶岩はなさそうだな。回収するぞ。ダイヤは合計で3つかな。まあかもなく不可もなくってようですかね。この後ザクザク見つける予定なので大丈夫です。そんなこと今宣言しちゃっていいのか。最悪見つかるまで帰れませんやるんで。いやお前一人だけでやっておけよ。反対側はマグマだらけだね。そこら辺にもダイヤモンドありそうだよね。ありそうな匂いがプンプンしますねー。上から水が降ってきて動きにくいんだよねー。ブロックでせき止めておいた方が動きやすいかな。てかそっち側はもう行き止まりなのか。あ、こっち側って行き止まりっぽいね。じゃああとはヨウムの方が続いているかだが。ね、こっちもおそらく行き止まりっぽいですね。え、まさかこの渓谷もしょっぱい。そのまさかっぽいな。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうプ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。